さて、追っ始めるか。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。ケルト、どかないよ。いきなり切りかかるなんて、俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ一体ここに何しに来やがった。お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何もお前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。どうやらクシャーンどもから奪いしこのザンバ島、貴様のそのザンマ島には少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。Thank you.
絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット、間違いない、あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。
てついたはず。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないんだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは
ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。知らなくちゃならないんだ、ガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。俺も行くよ、ガッツだけが。そんな重荷を背負い込んで。なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ、俺だって鷹野。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる、そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ、ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは資料や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだってけど、やっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな、五道の遺言だろ。元気でね、キャスカお姉ちゃん。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ、もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。さて追っ始めるか。用事があるとは思えんが。
てめえらに付き合ってる暇はねえんだよ。少し粘ってもらいたいもんだな。Yeah!
散らして通るしかねえな。何人斬ったかなんてもう覚えちゃいねえよ。切れたようだな。あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。ガッツ。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる。全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ。そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休常春のエルフィンパラダイス。おう、麗しの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。さて、追っ始めるか。寝るん、夢を見るの、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの。やっと会えたんじゃない、もう少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから追っておこうよ。そんなに大切なの、グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの、思い続けることができるの。この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの。この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば
もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ！そんなはずあるかよ。そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。大変だ！やばいよガッツ！起きろ！ちょっと眠り込んだ隙にキャスカが逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ！なんで寝ちまったんだ。しょうがないよガッツ、何日も寝てなかったじゃん。おうおう、食い物出しやがれ。女はどこだ。じゃねえか。あれはいつだった。最後にあいつが笑ったのは、ヒーローが俺を蝕む、守ることにギリギリで優しく接するゆとりが消えていく。俺の自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと、傍らにいると誓った。
生きてさえいればただそれだけを願った。甘すぎた。手にしただけで俺があいつを置き去りにした年月が拭えるはずがない。置き去りにした時間だけ俺はあいつから離れちまったんだ。こりゃきっと神様のお恵みだぜ、しがねえ盗賊家業の俺たちへのよ。まそういうことにしとくか。神様感謝しますってくれ。キャスカ、ならあっちで お頭がキャスカ、キャスカ、わけでお客様をお連れしました。いや、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって、俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、貸しを返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか、あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。で、お前らは何なんだ。まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こら、お前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと好き見て踏んじばるつもりだぜ。なんて言ったってそいつらは法王朝の。私はすでに還俗した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです、私のすがった秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火あぶりになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さ、土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に。言う、今はこれぐらいしか。
お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。俺もあんたらのお仲間を切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが、勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝を。そいつはまだ早えよ。明日の朝にはあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ。あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。Can't stop bounce.